はい、こんばんは。西阿波倉村の山根です。今日はね、2019年10月24日夕方のね、5時10分のドル円の相場解説をしたいと思います。今日はね、ちょっと午前中というかね、朝からちょっと相場が全然見れなくて、今ね帰ってきて見たんですけどね、これが1時間足ですね。1時間足で、以前これはちょっとね、このレンジ幅をちょっと変えないとダメですね。これこういう感じか。はい、この中でね、このレンジの中で推移してるんですけど、ちょっとね難しいですね。なかなかね、こう入るタイミングもつかめずに、こう見過ごしている時間がね多いんですけど、次はですね、このレンジの上まで行くかな。ここから下げか、ここからこの感じで行くとね、ここからの下げか、もしくはまあ上まで行ってもこの黒いラインから下げですかね。ちょっとデイリーを見てみますと、ここのね、200日移動平均線で頭を抑えられてるっていう感じなんでね、4時間ではこう、ね、パーフェクトオーダーか。1時間。はい、ということでね、ちょっといつもなんですけど、まだね、こう、わからないので、わかる形ができてからエントリーをしていきたいと思います。はい、ではまた放送したいと思います。失礼します。